続きまして、福岡県神田町17歳高校2年生のカミッテルサード君からです。はい。つい昨日の夜の話なんですが、女の子の友達から突然、あなたにとって私って何という LINE が送られてきました。そのことは小学校からの幼なじみで、小中高とずっと一緒の学校に行っていて、最近では一緒に花火大会に行ったり、学校行事では一緒に写真を撮ったりしていて、僕は両思いだと思ってます。だったらもう告白しようと思い、夜雨が降っている中、その子の家に行って告白をしようとしたところ、家に着いてさあ言おうと思った瞬間、その子からこう言われました。私他に好きな人がいるからずっと幼なじみがいいな。僕は雨の中号泣しました。やだ、映画化しよう。これはできるよ。何、じゃあなんであなたにとって私って何って言われたの。そう聞くのがさ、ちょっと遅かったのかな、変。あ、なんかもしかしたら告白されて、どうしよう、でもあの男の子の子もとてもいいと思ってるけど、でも私には幼馴染がいるしみたいな時に、あ、なるほどね、すぐ返したら、そうかも、やっぱりごめん私にはってなってたけど、あ、遅かったとか、なんかタイミング、多分これ、この LINE の返信で区切りをつけようと思ってたんじゃない。あ、そういうことね。これで思ったのが返ってこなかったらもう私は次に行こうって思ってた時にだったんだ。やっぱそうだよ、わぁつらっ。これはもう運だよ。いやー、しかも昨日ついてないわこれは、ね、タイミングが悪すぎるもん。いやー泣くわ。泣くね。やだ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 。いいな、でもそんなさ、いなくない、なんか 小中一緒でみたいな、小中高一緒でみたいなさ、そんな少女漫画みたいな段階を踏んでさ、いよいよ付き合うぞみたいな時にさ。そうだよ。いや、そんな漫画みたいなことあってほしいけどな。でも気づいてほしかった説もない、女の子、ちょっとね、私他に好きな人がいるからずっと幼馴染がいいなに対してなんか欲しかったんじゃない、だって別にさ勝手にね、付き合っちゃってればさ、そうだよ、付き合ったよってなるもんね。そうそうそう、でも絶対好きだったもん女の子は。ね、わぁ、なんで言わなかったんだよ、もう一日早く怒っとけ。怒ってる。一日早く好きって言ってやん。本当にもういろんな展開が変わってきたよ、これは。ちょっと運じゃない説ある、ね、運じゃないね、だって、小中高でしょ、だいぶあったよ。花火大会も一緒に行ってるからね。多分女の子は多分今までも、そのいろんなタイミングで、今日告白されるかもしれない、花火大会来たから告白されるかもしれないって思ったのに、全部この人が逃しちゃったわけ、そうだよ、だって自分両思いって思ってんのに言ってないから。そう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 、それはね、やっぱちょっと本人が悪いから。ちょっと待って、かわいそうすぎない？運あげないじゃん。確かに、いや、あげるあげるあげる、優しい優しい、いやいやいや、すっきー。メールくれたのに、ボコボコに。ひどいわ。そうね、タイミングだね。ちょっとタイミングだったね。いい出会いがありますよ。あるよ。続きまして、茨城県日立市。